オッケー、火もだいぶいけてきてるね。一人バーベキューとかもう勝ち組やろこれ。あ、いらっしゃい。あ、こんにちは。 ありがとうございます。こんにちは。めっちゃいいコテージで。ああ、そう言っていただけると嬉しいです。お一人で。あ、そうなんですよ。アウトドアお好きなんですか。まあそうっすね、休みの日だいたい一人で。何してるんですか。あ、お餅をね、はい、作ってます。いや、若い人たちがね、はい、こう来てくれるっていうのは一番我々も嬉しいですよ。最近ではね、なんかこの流行ってるって言うじゃないですか。ああ、流行ってますね。僕でもね、結構前からやってて。ああ、そうですか。はい、それこそちっちゃい時からやってて。一人が好きなんですよ。ああ、はい、じゃあ慣れてはるんや。友達いますけど。もうちょいやな。いやー、僕もね、こうなかなか若い人とこうやって喋る機会っていうのはないでしょう。でも若い人も結構いらっしゃるんじゃないですか。いや、そうなんですよ。だから来てくれるとね、嬉しいんですよ。はい、あ、楽しんでいってもらいたいなっていう気持ちがね、ありますね。でもやっぱ一人でなんかこう火見ながらお肉焼いて、この一人時間が結構好きなんです。はいはいはい、はい、お兄さん。はい、よかったら食べてください。あー、ありがとうございます。じゃあ、あとで、はい、いただきます。ありがとうございます。よかったら。ありがとうございます。じゃあ、どうしようかな。お皿に持とうかな。あ、ありがとうございます。じゃあ、いただきます、後で。はい、あ、じゃあ、こう、置いて、置いて。ありがとうございます、はい。あ、すみません、ありがとうございます。食後に、じゃあ、いただきます。ありがとうございます。まだ、どれも食ってないんで。あれだっす。僕は甘いもの好きなんで。あ、どうぞどうぞ。やっぱお米が美味しいんですよ。あ、いや、そうでしょうね。水きれいやから多分お米美味しいでしょうね。あ、後でいただきます。じゃあ、どうぞどうぞ。遠慮しないで。あ、今ちょっとじゃあこれ。最近のね、若い方ってのは結構なんか遠慮する方が多くてね。いや、気持ち嬉しい。若い世代はね、はい、もうがっついていただいて、もう常にお腹減ってるんだから。はい、ああ、いえいえ。あ、直後にじゃあいただきます。ありがとうございます。あ、じゃあ、お仕事戻ってもらっても。最初に食べてもらっても美味しいですよ、本当に。いくらでも食べれるってね。雪解けですね、本当に。ね、今日晴れてね。うん。全然寒くないですもんね。ね。あ、どうぞどうぞ。あ、食後に。あ、はい、いや、もうね、最初に食べてもらった。今ね、つきたてでね、作ったんで、早いうちに食べてもらったら。あ、じゃあ、1個だけじゃあ。硬くなっちゃうんで。はい、あ、でも焼かしてもらおうかな。あ、いや、このまま食べた方がね。あ、焼くのは。焼くの結構好きで、お餅。はい。あ、お餅、また別物ですね。お餅焼かしてもらおうかな。餅というかね、はい。これ何ですか。あんこをね、はい、中入れてますんで。どうぞどうぞ、固くならないうちに。あ、じゃあ、そうっす。あ、じゃあ焼かしてもらいます。はい、焼いたら意味がない。はい、あ、それは絶対にやめてほしい。ありがとうございます。お
腹空いてるでしょうに。これじゃあちょっと、あ、いや、あの、焼いて、あの、あの、おまんじゅうだから、あ、うん、まあ、いわゆるね、はい、うん、僕がこねてね、うん、もち米をギュッ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 、うん、大変なのよ、もうここでこねるから。あ、うん、でも寒いから手洗う時も冷たいでしょ。あー、冷たいからもうベベベってやらんと、ずーっとあの本当に水が冷たいからね、もう凍っちゃうからね、もうベベベって急いでやらないと。あ、しっかり洗えるんですか。いや、冷たくてもベベベ、あ、いいです、ありがとうございます。嬉しいな。うまいです。苦手やねん。知らんおっさんが握った餅無理やで。お腹減ってる若者はね、ほっとけないんですあ、でもこんだけあるんで、これでお腹いっぱいになりたいんで。なんぼ食べてもねお腹ずっと減ってるから苦手やねん。おばあちゃんが剥くリンゴとかも苦手やってん、そういうタイプやってん。知らんおっさんというか おじいさん寄りの人がこねた餅あんこ詰め込んだ素手で、謎の粉いっぱい作ったこの大福みたいに作われへんて、苦手すぎるて。まあ、美味しいですね。嬉しい。めっちゃ美味しいです。じゃあ後でこれ。あ、おいしい。遠慮せんとどんどん食べてください。いや、おいしいです。みんなの。おいしいです。どうぞどうぞ。二つ目。あ、じゃあそれ食後でしょ。遠慮せんとでんね。最近の若者は遠慮ということを知ってしまったのか。僕らの時代ね、もうお腹すかしてね。あ、でもこれもうそろそろ食べ時なんで、うん、あ、じゃあ急いでこれ先食べない。あ、でもお腹いっぱいなのもある、うん、いくら食べてもお腹減りっぱなしなんだから、はい、若い人は根性。うわー、嬉しい。なんぼ食べてもずっとお腹減ってるのが若者。あ、でも29なんで、うん、いや、まだまだ若いよ。羨ましいな、青春。いや、中学生高校生じゃないんで、食う量はもう全然もう甘っ、めちゃめちゃ甘い。あんこそんな入ってないのにめっちゃ甘い。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。3つ目。誰がバーベキュー前に大福3つ食う？ただでさえそれもきついのに。その1個乗っかってんねん、おじいさんが、知らんおじいさんが握ったっていうのが。素手で持つのやめてくれよ、ほんで。ありがとうね、うち来てくれて。お肉でお腹いっぱいになりたいんで。本当にサービス、どんなサービスでも、もちろんこれは無料で。はい。うん、僕の善意でやってるから。なんぼ払ったんやねん、俺これに。何枚でも食べてください。うわー、嬉しい。入れられた。うわー。三つ目の大福入れられた。いやー、美味しいっすね。嬉しいなあ。あれ、焼かしてもらおうかな、やっぱり。いや、そのまま食べた方が絶対に美味しい。嬉しいなぁ。まっ、うん、めっちゃおいしい。あ、ちょっとあのお米も残ってるから、うん、おにぎり握ってあげる。あ、もう大丈夫です、うん、楽しんで。あ、もうこっち食べたいんで、うん、おにぎり握ってあげるから、はい、あ、おにぎり大丈夫ですよ、ほんで。おばあさん、昨日の米残ってたやろ。そう、あの水入れすぎてちょっとなベタっとなってもうたやつ。うわ、おばあさんめっちゃ笑顔や、ニコーって笑ってる。ジブリに出てきそうなおばあさんや。
いや、甘すぎて。ここなんか熱くなってるわ。きつっ。あ、腹いっぱいやー。